はい、こんにちは。あいつマジ仕事しないんだけどって言ってるやつ、マジそれ言うのやめた方がいい。よろしくお願いします。どういうことかっていうと、あいつマジ仕事しないんだけどって言ってるやつね。わかりますよ、気持ちは。あいつマジ仕事しないせいで、そいつが仕事しない分自分にね、仕事が降りかかってくる。そして自分が忙しくなるから嫌だって言ってるんですけども、これはもうそいつにね、何を言っても、もう仕事しないやつは仕事しないやつなんですよ。そして仕事しないからといって、一生懸命そいつに仕事させようとするこっちのストレスって半端ないと思うんですよね。そいつを変えようとするから、それはもう本当にやめた方がいい。今すぐやめた方がいい。バイト時代に「あの子マジ仕事しないんですけど、ウォンカさん何とかしてくれませんか?」みたいな、あったけど、それね、無理だから、変えられないから。じゃなくて逆にポジティブに考えてほしい。そいつが仕事しない分自分の仕事が増えるってことは、つまり能力が増えるんですよ。能力が上がるんですよ、圧倒的。能力が上がったらどうなるかって言ったら、時給とか給料とか上がるんですよ。さらに認めてもらえるんですよ、他の方からね。承認欲求っていうのが人があるんで、必ず認めてもらえると思うので、それをね、目指すといいかなと思います。その代わり上の人間がね、しっかり見てくれる人間じゃなかったら、今すぐやめた方がいいかも。で、今回なんですけども、楽に発声できる出だしの声の出し方かな。タイトルはどうかな。ちょっと悩みかけてますけども、はい。要はどういうことかっていうと、こう出だしね、すごく強く言ってしまう方がいるんですよ。改札みたいな入っちゃうみたいな。どうしてとか、午前2時踏切に望遠鏡がついてた、ベルトに結んだっていう始まっちゃう方。そうするとサビでどうなるかって言ったら、もう見えないものを見ようとしてってなっちゃうんですよね。じゃなくて、もっと午前2時踏切に望遠鏡がついてたっていいし、どうして君が泣くのっていいし、すごいコンパクトでいいんですよ。コンパクトな発声っていうのは過去にね、何回か紹介してるんですけども、やっぱこれがどうしてもできてない方がいらっしゃるので、やっぱ定期的にこう配信していこうかなと思っております。で、この発声の仕方をやることによって、出だしの音が小さくなるので、サビになってもそのまま大きくした時に、こうあんまし大声になりすぎないっていうか、あーって小さい声から始まるんだ、あーみたいな感じで息できるかなと思います。出だしの声が、あーとか、あーとかやるから、あー裏返っちゃうとか、あーしまっちゃうとか、ほんと出だしが本当に勝負を決めているぐらいな勢いだと僕は思ってますので、勢いですよ。ほんとこの話は聞いてほしいかなと思います。で、もちろんね、出だしの声が「あー」だったとしても、後で脱力をちょっとしてあげれば、帳尻を合わせれば声は一応出せます。これは勘違いが起きないように実は実演しておくんですけども「あー」で「あー」っていうふうにやるかもしれない「あー」っていう平行線でもいけますよ。一応こういうふうに力加減を入れるんじゃなくて、このまま最初から入れたままこのまま平行線にしてあげればいいだけとか。あーとかでもできますよ。あーとか、なんかいろいろできます。コントロールなので、それはちょっと臨機応変に、見ていただければと思います。ただ本当に出だしから力が入ってしまってると、やっぱこう脱力がうまくできなかったりとか、力の入れ加減がうまくできなかったりとか、コントロールがやっぱできないと思うので、出だしを弱くやっといて、後で力を入れていくっていうパターンがまあいいかなと。完全に僕は思います。どこをどう脱力すればどういう風に声になるかなんて絶対分かんないと思うんですよね。だったらわーって声出していく方で、勝手に声が高くなった方が最初は楽だと思うんですよ。なので、そういう解説の仕方をしてみます。じゃあ、それは何なのかってことなんですけども、すごく簡単なんですけども、シュワっていうだけですね。シュワ、ウルトラマンとかのシュワッチみたいな感じのシュワ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 でもいいし、シュアーでもいいです。シューイーでもいいし、シューウィーでもいいです。シュワ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 で、シュワって言えば上顎も使う練習になるかなと思います。 W の発音とか、かなり有利になるかなと思います。シュワ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 、上も使ってるような感じになると思います。シュワ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 、下顎を使ってるような感覚になると思います。シュアだと。このシュワシュワ、何がいいかってことなんですけども、シュワシュワって言った時の「わ」の部分がすごく大切。シュワ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 、あが大切。シュイ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 、イが大切。シュ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 
うはちょっと難しいんですけども、シュ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 シェ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 ショ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 、この出した時のあああああいいいいうううう、ええええおおおお、この引っかかりの加減がすごく大事ってことです。要は言いたいことは、この出だしを使うことによってシュシュドドドドしてドをしてド出だしね、こうドをして、君が泣くのまだ僕も泣いていないのに、こんな感じで合わせられるって感じですね。はい。で、そしたらキー高くなったらどうするのかって話に変わっていくんですけどね。このままだとキー低いままなんでね、どうしてじゃん、どうしてになるわけなんで、なのでこれをシュッシュッシュワーロングトーンにしてあげる。シュッシュッシュワーシュッシュッシュワーシュワーでもいいしシュワーでもいいんですけども、これロングトーンにした後にシュッシュッシュワーっていう風にキーを上げてあげるって感じですね。もちろんここでキーの上げ方が分かんないんであれば、リップロールで裏声でとかやったりとか、いろいろこの完成点の克服とかをしてからこのやり方をやってみてください。出だしがこのショにすることによってだいぶ上に上がれるかなと思います。はい。で、注意点なんですけども、ショショショって言った時点で閉鎖をされてます。これ以上閉鎖を強くすることはしないでください。ショショショこれは違う。ショショショこんな感じ。過去にね、はあ、あっていう風に閉鎖感変化するよって伝えたと思うんですけども、出だしに閉鎖をしてしまっているので、シュワシュワシュワ一本にしてください。あーのままキープしてください。どういうことかというと、キーが上がるにつれて空気っていうのはスピードが上がっていきます。スピードが上がると量も増えていきます。その分、声帯もちょっと開こうとする可能性が高いんですよね。それを開かない程度にちょっと濁音つけるぐらいのイメージでいいかなと思います。要は、はあ、あだとしたら、シュワー抜けちゃうので、その抜けない分ちょっとだけあとあの半分ぐらいのところを気持ちキープするのがはーあーぐらい、あーじゃなくてあー、ここだとあー抜けてっちゃうかな。ちょっと閉鎖を若干強くするイメージで、その空気に合わせて比例させて声帯を均等に保ってあげるっていうことをしてあげてください。はい。ちょっとね、難しいかもしれないんですけども、出だしの感覚だけ掴んでいただければ僕はもう今回の動画幸いですので、注意点とか、というのは補足ですので、シャッシャッシャーシャッシャッシャーあああかかかかシャッシャッシャーシュイシュイシュイかい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 しゅしゅしゅい、改札の前つなぐ手と手、同じようなしゅ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 、この体感で全部やってあげると、まあスムーズにいくかなと思います。ぜひやってみてください。そんな感じの動画でした。ご視聴ありがとうございます。で、最後になんですけども、このね、シュワシュワシュワーってやった時点で、シュワシュワ、あー、あーみたいな、もうめっちゃ閉鎖が強くなっちゃう方って絶対いるんですよ。もうね、分かってるんですよ、僕は。動画を作ってね、質問回答もね、もう2万ぐらいしてると思うんですよね。2万は持ってるかもしれないけど、本当にね、もうそれぐらいの勢いでもう悩みを聞きまくってるんですよ。で、僕が解説したことによって、さらにそのこの動画でこうなっちゃうんですけどっていう悩みの回答もめっちゃしてるんですよ。もうね、この動画を出した時点でどういう悩みが生まれるか分かるので、ここでもう対策しておきます。シュワシュワシュワー、あー、もうどうしてもあーってなっちゃう方、もうその時点で閉鎖が強くなっちゃう方って絶対いると思うんですけども、この方はハミングでひたすらリハビリしてください。深呼吸するようにちょっと笑顔で自然のすごい綺麗な空気を吸う感じで吸ってもらって、美味しいものを食べたかのように、うーん、美
美味しいっていう時の感想みたいな感じ。うまいねこれみたいな。このゆっくりで上半身の力も抜いて首の力も抜いておきながら、この息を何回もしてください。6時間ぐらい。6時間は持ったかもしれない。1時間ぐらいやってください。ハミングのやり方が分かんない方は再生リストのハミングのやり方を見てください。ハミングからミックスボイスを習得するに書いてあります。っていうのと、ちょっとした補足なんですけども、この喉頭があるじゃないですか、ここに喉仏、これがちょっと傾くようなイメージを持つといいかも。下に、ここね、とかこう顎とかじゃなくて、ここが傾かないんですけど、実際はでも傾くって書いてあるんだよな。でも実際傾いてる感じしないで、触ってると傾いてるっていうよりは、まあもしかしたら喉仏がここやってこう傾くっていうよりは、こういう風に傾いてるかもしれないね。後ろが引っ張られて上に上がってこういう風に傾いてるイメージ。なのでこっちが上に入ってるような感じ。後頭の喉仏がこう傾くんだけど、こっちが上に上がっていくイメージだから、こういうイメージね。鼻にこう引っ掛けるような感じ。このやり取りをもう本当ひたすらやってください。このピッチでいいです。高いとこ行く必要ないです。慣れてきたら、このへさかになると思います。しょしょしょ、めっちゃしつこいでしょ。このぐらいしつこくやってくださいってことです。はい、そんな感じです。失礼します。